はい、渡辺真由です。今回ね、今マックスペイン3立ち上げてるんだけど、PC の方に接続してるんだけどね、プレステ3をね。で AV 今回の Amazon の方でね、新しく購入した AV アバーメディアのね AVT-C875 ポータブルビデオキャプチャーデバイス購入したんでね、ちょっと今録画テストやってるんだけどね、画質等と音質とボリュームね、ゲームの音とマイクの実況の声のボリュームのバランスちょっと取って試してるんだけど、まずビデオソースがね、コンポーネント接続で解像度がね 1280×720 にフレームレートは 60fps で設定してます。解像度 1980×1080 でやると、この AVT-C875 はね30フレームレートが 30fps までしか取れないんでね、フレームレートの 60fps と 30fps の意味はね、1秒間に映し出す絵の数なんだけどね、 30fps は1秒間に30枚映し出すことができて、で 60fps はね1秒間に60枚の絵をね映し出すことができるんで、当然 60fps の方がねヌルヌルで快適にね録画できるんで、60fps だったら、録画した画像画質も通常のゲームプレイとほぼ変わらない画質で撮ることができるんでね、ヌルヌルで撮ることができるんで、で遅延の方もね、もうほとんどないんで、若干あるかな、 0. 何秒ぐらい。これね、自分はPC 用モニターと、PC 用モニターを左側に設置してるんだけど、で右側に通常ゲーム機を直接つないでやるディスプレイ2つ持ってるんだけど、で2つよくノートパソコンとかにつないで、この AVT-C875 をね、遅延がある、やっぱパソコンの、これハードウェアエンコードなんだけどね、この AVT-C875 は。ハードウェアエンコードっていうのはね、この AVT-C875 で処理するんで、エンコードするんで、パソコンには負担がかからないんだけど、やっぱどうしても、若干パソコンに負担が少しはかかるみたいで、でとっても古いパソコンで、スペックが低スペックの場合だと遅延がちょっとあるみたいなんでね、だから右側に両方自分みたいに2台ディスプレイ持ってる方も結構多いみたいでね、パソコンにつないで、これはキャプチャー用録画用で、右側でゲーム機につないでプレイを、右側でプレイしながら左のパソコンで録画するっていう方法を取ってる方もいるみたいでね、右側でやると遅延がないんで、それでやってる方もいるみたいなんでね、自分の場合は1台でやってるんでね、